はい、皆さんこんにちは。どうも、ハリウッドからお送りしております。今日は言いたい放題ちゃんですね。うん、で困った時の110番を一人で取ったんで、やっぱり選挙の話も含めて言いたい放題を、三井美優さんと一緒にやってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、エキサイティングで終わりましたね、選挙。はい、はい、我々ね、今年は選挙行こうと思ったんだけど、公示した時にはもう間に合わなかったんでね、こっちからできる ね、うん、選挙ね。次はね、もうちょっと前に少しなんかやっていこうかなと思ってね、頑張ろうと思ってます。まあ、百田さんのチャンネルとかね、あとね、もう NHK と日テレとテレ朝と3つ俺見たけど、うん、いや面白かった、もう徹夜で見ましたね。まあ結果はね、いいも悪いも思ったと思うね、総理選も含めてね、自民党のと、あと立憲民主党、希望の党、共産党、維新も含めて全部語ってみたいと思います。よろしいですか、はい、言いたい放題だからもう何で言ったよ、はい、百田さんより厳しいことだけど、はい、はい、それでは行きましょう。じゃあ独立でいきます。言いたい放題チャンネル、感想どうですか、まず。やっぱりね、自民党が勝ったのが、それはね、やっぱり嬉しかったんだけど、第2党にね、立憲が頑張っちゃったのがちょっとね、うん、まあね、だからね、結論から言うとね、日本の国民っていうのは、うん、3分の2はやっぱりさ、日本のやっぱりね、正当な政治をちゃんと考えてるんだけど、うん、3分の1っていうのはね、やっぱりね、反乱びいきとか、やっぱりさ、うん、なんか強いものに文句言いたいだけのことみたいな、ね、テレビ信じすぎだよね、うん、だから結論から言うとさ、自由に発想を言えるということは、うん、デタラメなことをやってもいいという人たちが3分の1ぐらいいるんだよ、うんね、うん、だから俺ね、例えば学校の先生みたいなこともやったことちょっとあったんだけど、うん、やっぱりその時思ったのはさ、どんないい学校でもどんな悪い学校でも、うん、トップは勉強できないことね、勉強するんだよ、うん、ところが落ちこぼれてくるやついるわけ、うん、必ずね、どんな優秀な学校でも落ちこぼれるわけ、うん、そうすると勉強できなくなってくる。でそういうのがあって、集団がいると絶対いい子と悪い子に分かれるようにできてるんだね。あ、そっか、動物はそういうもんで、やっぱりさ、その本当に日本のことを思ってるグループと、うん、いや日本なんかどうせもう俺たちなんかのこと分かってないから信じめみたいなやつらがいるわけ、日本信じめみたいな、ね、うん、だからね、はっきりしてて、例えば山尾しおりなんか一番分かりやすいやつだからさ、うん、ですね、山尾しおりがね、ギリギリでも受かったよね。あれって考えたら、私はしてません、何もしてない、そんなことしない、不倫してない、ね、潔白です、言ってるだけのことなの、うん、でこれ自民党の強い議員が言ったらどうかったらさ、私はしてません、お金なんかもらってませんって言って、うん、いやそんなこと言ったって自民党強くてでかくてあれなんだからとね、うん、なんかそこで意地悪してやれなの、それが日本の国民だ、おかしいよね、うん、なんかだからこれはね、世界中どこでもそうなんだけど、だからに国民っていうかね、人間はバカであって性善説は成り立たない、ね、国民はダメだからって言って、中国のように中国の共産党が全部独裁をするっていう考え方もあるんだよ。共産党って間違ってるからな、うん、だからそういう意味では民主主義が一番うまくいってるのはアメリカだよね。そうだね、アメリカはね、そういうとこうまくいってて、うん、やっぱりバカが入れる党はないの、共産党っていう、うん、だけど同じアメリカを立憲してちゃんと考えている2つの党の中でどっちがいいですかって選んで、それ以外には宗教団体の党みたいなのあるけど、うん、うんうん、そこなんだよね、うん、だから選挙ってものがそれだけ大事なものだってことをちゃんと共有できてるんだけど、日本は選挙は権利だとかさ、政治家はね、金がずるいとか、政治家って大変なんだよ。だよね、未だに言ってることは、政治家はね、そんな金汚いとかさ、青山さんみたいに金なんか必要ないって言うけど、とんでもないよ。ボランティアじゃできない。真面目にやる政治家だったら、秘書何人いなきゃいけないかってさ、その給料と考えたときに、政治家がそんなね、政治資金がどうのか、あれ全然正当なことで、ね、悪くないってことをね。なんかさ、あたかもさ、私腹を肥やしてるかのようなさ、言い方をするじゃん、メディアが。俺は嘘ね、間違いない。それがさ、なんていうの、おかしくて。あと優秀な政治家がお金もらったっていい、うん、これまずね、そうだと思うんだよね、うん、ところが優秀な政治家がお金もらうとお金に汚いですよ、そんなことはないよ、うん、だったら全てお金に対してのねことを汚いだったら、国民が、うん、偽の、例えばさ、なんだっけ、例えば保険でね、あれ儲けたりとかさ、例えば生活保護とか、そっちのが問題、ね、そっちのずるいよね、うん、まあ、うん、よく働く人がたくさん給料もらうのはいいことじゃない、当たり前です、当たり前です、ね、うん、正当なことだからさ、まあそれにしても面白かったのは、高原がね、総一郎が、あれがね、まあ本当にさ、選挙ステーションみたいなの後半戦になった時に怒っちゃってさ、なんで自民党は勝つんだ、ありえねえとかってね、国民はバカだとか、民主主義なんだからさ、分かってないんだよ、すげえ興奮しちゃってさ、顔色変わっちゃって、でも俺言いたいのはさ、高原さんにね、あの人のさ、もう論調のひどいのってのは、全部自分が嫌いな議員呼び捨て、ね、それで自分が応援してるのは辻元さんとかね、例えば枝野さんとかね、みんな漏れ様すぎて、うん、そろそろ俺はネットだから言うけど死んでほしい、邪魔だから、うん、でみんなでね、悲しんでる野党たちと同時に万歳してるさ、そういうグループはいてもいいぞ、うん、本当にね、あれはダメ、だからは、
だけどね、国民ははっきりしたよ、うん、ね、どんなね、例えば団塊のさ、例えば学生運動やってる元の角丸ね、うんうん、とかあの革命的マルクス主義とかさ、うん、そういうグループたちのどんなに頑張って団塊ね、要するに70代ぐらい、60代後半から70前半ぐらいの人間たちが頑張っても、うん、日本の国民は自民党を選んだって。そうだよね。あと今若者がさ、うん、よく頑張ってくれててさ、はい、それ18に下がったのも良かったっていうか ね、 いい結果になってね、自民党にとってやっぱり真剣に日本のことを考えてるんで、逆にね、うん、若い子たちだから変な話、今の政府はね、うん、日本っていうさ、そういうさ、ものすごく微妙な国をさ、舵取りして、ここだけやってるのはないんだよ、うん、こんだけよくやってる政府はないし、うん、ね、安倍さんの例えば選挙5連勝もそうだし、うん、もうみんなが望んでるんだよ、実績があるからみんなにさ、こうね、うんうんうん、信頼されてるわけ、ね、世界的なリーダーシップもすごいし、株価もそうだし、うん、何もかも全部すごい、それなのに、ね、うん、世界で一番のリーダーだからね、そうそう、他に誰がいるって、韓国人と反対者と中国人とね、あと変な話だけどさ、そういうさ、日本をさ、貶めようとしてる人間たちが不幸になったってしょうがないじゃん、それはね、うん、当たり前じゃん、それをね、あの安倍政権はさ、弱者にどうたる構造、犯罪人とかさ、うん、ね、国際犯罪人に対して厳しいでいいの、だ、うん、犯罪者をかばおうとする民進党何なのっていうね、そうね、だからまあ正直言ってさ、まあ、今回民進党じゃなくてね、また立憲民主党、民主党のね、躍進っていうのは、ね、やっぱりね、国民の中でね、希望ができたってことで、うん、希望に半分に分かれたでしょ、うん、そういったらあの例えばさ、安倍政権であってほしくない人たちが3分の1ことは事実なんだよ、うん、どんなによくても安倍は嫌いだ、安倍は嫌いだっているわけ、ね、政治運動じゃ安倍は嫌だ、自民党は嫌だ、 ね、その人間の受け皿として、ね、立憲民主党は反安倍がはっきり出てるから、小池さんのところはあの安倍さんと同じ、自民党と同じ政権だからっていうのを落としたの、うん、あとあれなんだね、かわいそうみたいな報道で、はい、うん、悲劇のさ、なんとかみたいな、主人公みたいな報道の仕方をして、でそれで同情集めたんだってさ、お金に汚くてめちゃくちゃなことやってね、うん、あれやって、もうとにかくさ、ひどかった山尾志織、それは不倫をしたかどうかどうでもいいけど、ね、その報道に対してのさ、うん、あれが釈明ができてない山尾志織、うん、もうその話はしませんとか言って、あんまりさんに対するあの態度で自分がやったこと何なのっていう、そうそう、だからあんまりさん当選だよね、桁違いの、うん、そこだよね、一番みんなが考えなきゃいけない、うん、そこでさ、あれ忘れちゃったのだから、俺気の毒なのはさ、うん、あの豊田真紀子さんね、うん、あの人も出なきゃよかったんだけど、もうさ、うん、自民党と立ってこうして勝てるわけないんだから、うん、で豊田真紀子さんっていうのはあのはっきり言ったら、ね、政治家としてはそんなに力がない政治家じゃないんだけど、うん、あのバカこのハゲ言ったでしょ、あれあいつが悪いんだ、ハゲが悪いんだ本当は、まあ、ね、高速道路逆走してさ、危ない運転して真相になったんで、このバカハゲってたの、うん、俺でも言うよ、うんうん、だからそれだけもう取り上げられてね、それで落ちた、うん、ね、うんうん、で結論は山尾さんと豊田さんの大きな違いは、山尾さんは少なくとも美人じゃない、うん、あ、美人なんだよ、うん、ね、ところが豊田さんは決して美人じゃない、そこだね、うん、だから辻元もトップで当選しちゃったし、まあ、あるわ、うん、だからそこら辺の政策はやっぱり選挙慣れてるから、あのどうやって民意をつかもうかっていうのが、誰だよ入れたの、うん、だけどね、みんなね、辻元に入れた人たちは将来反省すると思うよ、まあ、というかね、あの日本から出てってくれる人はいい、本当だね、うん、日本のこと考えてね、うん、辻元なんかありえないでしょう、そうね、うん、だからやっぱり日本ね、あの社民党もそうだし、どこも党もそうなんだけど、うん、やっぱりさ、今の日本がね、アメリカとどうの、まあ、共産党なんかは恥に思いわかんないんだけど、共産党今回落ちたんで、落ちた結構少なくなっちゃったんでしょ、うん、だからさ、結局どういうことかって言ったら、今の日本はアメリカと切って話すなんて考えられないし、うん、日米地位協定も仕方がない、うん、で一番素晴らしいのは沖縄が4選挙区あるんだけど、うん、今までね、自民全部一つも一席も取れてなかったのが、うん、ついに自民党が一回崩した、崩した、第4区から崩した、これはいいことね、うん、だからやっぱりさ、よく考えて、沖縄ヘリパッド問題だって、なんだって、それこそ辺野古の基地だって、うん、ね、どうしようもない、どうしなきゃいいかってことを考えたときに、内部のアメリカと日本の同盟国のことを悪く言うんじゃなくて、うん、中国と韓国、北朝鮮も含めて、この3カ国を悪く言うべきでしょ、うん、そうなんだよね、うん、でほら、アメリカはさ、守るために協力してくれてるわけじゃん、うん、中国とかが攻めてくれると、そう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 、うん、それなのにあれはない、ひどいね、だから憲法改正も含めてね、しなきゃいけないってことをさ、わからないのはバカだと思います、正直頭が悪い人、うんね、だから本当にそう考えてください、俺はそう思ってるので、うん、共産党のさ、ほら、うん、あの選挙前のあれで、うん、なんか話し合いなんか、ね、こういう戦争話し合いしかないで、どういう話し合いする、いやだから話し合いでとか、話し合いしかないか、うん、何話すかって聞いてるのに、うん、いやですから話し合いですね、内容ないのよ全く、ね、うん、結局そういうところが共産党だから票を減らしたと、まあ、公明も減らしたんだけどね、まあ、これも含めてね、我々は考えていかなきゃいけないので、言いたい放題言いました、はい、言いたい放題の一番はバカです、ね、なかったのは言いたいことだね、はい、それではまた来週です、さようなら、選挙の時はいい、どうも。
この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。